リベンジャーズの動画を見ました。戦術的なサッカーしたので、とてもレオさんに教わりたいと思いました。そう、今日さ、タイトルと写真の確認お願いしますって言われてさ、アップされるとき、僕そのとき別の仕事したんですよ。でもアップされた後見たんだけどさ、なんか美しいサッカーみたいな書かれてて。か、まあまあ、でもそのいちいちね、そう、美しいサッカー、美しいサッカーはできるかなみたいなね。美しいサッカーしようぜって言ったことないからね、なったらいいですけどね、あれね。でもあれタイトル考えてくれた人ひよみたいなのもあれだからね。そう。ご意見番と美しいサッカーはちょっと恥ずかしかったっすね。あ、大胆不敵も恥ずかしかったな。ご意見番も、俺の中でご意見番、張本さん出てくんだよな。そう。俺、張本さんなんだ、みたいな。そう、だから全部がなんかね、恥ずかしかったんだけど、まあ、しょうがないというか、まあ、いいかな、みたいな。今後、いいとこも悪いとこも映ってきますから、だからこの生配信、記者会見みたいになるかもね。見ましたけど、あれどういうことっすかとか、そういうやつで。ご意見番っていうのもなんかね、本当のご意見番の人に申し訳ないんだけど、ご意見番って中身なさそうじゃん。なんかその、ご意見番っていうその、ポジションで食ってるみたいなさ、なんかイメージ。うん。なんかちゃんと考察してなくてさ、そのコメンテーターとしての一つのキャラクターとして成り立ってる感じない？ハリーさんが中身みたい、ないみたいな感じになってる。いや、だからもうハリーさん中身ないじゃん。ご意見番って言われる人でさ、中身ある人多分いないんだよな。名監督いいけどさ、名物監督嫌じゃん。俺はまだご意見番かみたいな。でもこれタイトルつけた人がこれ聞いてヤンキーになってあれだけど、でももう面白くなっちゃうから言っちゃうよね。I'm